Meow. ゴブリンがこんなにたくさん。でもこの姿なら、この力があれば、おじさんたちの仇だよ。許さない。それなら私もついていくわ。少しじっとしてなさい。え？もう動いていいわよ。わっ、やっ、胸のあたりから声が聞こえる。少し力を使いすぎたみたい。移動中はあなたの体の中にいさせてもらうわ。わ、私の体の中？妖精さん、もしかして悪魔か何かで私の体を乗っ取るつもりなんじゃ。それで私にこんな力を。違うわよ、これは魔術の一種。ここまで苦労して来てあげたんだから、少しは信用しなさい。それにあなた、人間を助けたいんでしょ？うん、私早く村の人やお姉ちゃんを。それなら私が生命力を探知して教えてあげるわ。生きている人を探せるの？ええ、魔物の魔力も感知できる。どうやらこの付近に生きている人間はいないようね。そう、じゃあ他の場所へ行けば誰か見つかるかな？そんなのわからないわよ。でも助けたいなら急いだ方がいいんじゃない？わかった、村の入り口の方へ行ってみるよ。私があなたと一緒にいる間は、周囲の魔物の気配をイメージとして教えてあげられるわ。イメージ？ああ、右下にぼんやり出ているもののこと？ええ、魔物から不意打ちされたくないなら見ておくといいわね。魔物化した野犬ね。人間の刺繍におびき寄せられてやってきたんだわ。妖精さん、こいつらは凶暴で素早いから注意しなさい。遠くからでもあっという間に距離を詰めてくるわ。鋭い爪による攻撃も強力で、とても恐ろしい魔物よ。魔物になった野犬ってことは、この子たち元は山に住んでたのかな？そんなのかわいそうだけど、魔物なんだよね。
邪魔をするなら。もう少し進んだ先から人間の生命力を感じるわ。本当に？お姉ちゃん、先を急がなきゃ。
ゴーレム、石や岩でできた魔術師の操り人形よ。でも、どうしてゴブリンなのか。動きは遅いけど、気をつけなさい。他の魔物とは耐久力が段違いだ。あの大腕の攻撃を食らって鎧を破壊されたら、聖騎士といえども大ダメージを負ってしまう。うん、分かったよ。Thank you.
Thank you.